みー,ーちゃんなんかお腹空すかないうんお腹すいたね何か食べよっかけいちゃん何食べたいうーんなんだろう寿司とかでも寿司ってちょっと高いよねけいちゃんはまだ日本に来たばかりだからわからないだろうけど日本で快適に生活するにはコツがいるのよ生活にコツなんているの当たり前じゃないうーん今何時だろう えっと、6時か。ねえ、ケちゃん、あと1時間くらい我慢できるできるけど、なんでいいから、いいから。そろそろ7時だね。ほら、行くよ、ケいちゃん。どこに行くのまあまあ、ついてきて。ケいちゃん、着いたよ。着いたって、ここ、スーパーそう。スーパーで寿司食べるの いいからいいから、早く行こう。あ、ケイちゃん、あそこの店員見て。あれあの店員の人、なんかシール貼ってるよ。あ、寿司に半額のシール貼ってる。でしょタイミング完璧。私、天才。よく今、半額になるって分かったね。いつもこう、都合よく行くわけじゃないけどね。っていうか、早く寿司取ろう。じゃないと、他の人に取られるよ。そうだね。 えっと、これと、これと、うわーどれも半額だからすごく安いね。二人分だからこれくらいか。じゃあ会計するまだ早いよ。ケいちゃん、これ見て。スーパーの寿司はね、ネタが小さいのにシャリが大きいから、このまま食べるとご飯ばかりいっぱい食べることになっちゃうから、これに加えて刺身を買うの。そうするとご飯を半分にして、 その半分のご飯に刺身を乗っけることで、ネタをたくさん食べることができるんだよ。へえ、そうなんだ。ねえ、見て。ほら、刺身も半額になってるでしょちゃんとタンパク質もたくさん取らないとね。あと、ケイちゃん、他にも半額になってるお惣菜とかあるから、何か食べたいものあったら取っていいよ。よし、準備できたと。ケイちゃん、食べよう。うわぁ。 すごいね、これ。これ全部で1870円食べきれるかなもちろん、ちゃんとした寿司屋で食べる寿司とは違うけど、この値段でこれだけのものを食べれるってすごいでしょ本当に今日いいこと知った。私これから寿司食べたい時はスーパーに行くね。でもね、ケイちゃん、いつでも半額の寿司が買えるってわけじゃないのよ。土日は買い物する人が多いから、半額セール夜遅くまでやらなかったり、 半額セールになる前に寿司が全部なくなっちゃったりするし、日によっては早く半額になるから、今日みたいに7時に行ったら全部なくなってるなんてことよくあるのよ。ちょうどいい時間を見計らっていくのが難しいのよ。へえ、そうなんだ。じゃあ今日はなんで半額の寿司が買えるって分かったの今日は雨だったでしょ雨の日はお客さんが少ないから、結構な割合で半額の寿司がゲットできるのよ。 へえ、すごいね。みーちゃん、半額のプロだね。やだ、その言い方。私なんかケチみたいでしょ。こういうのは賢いって言うの。じゃあ、みーちゃんは賢いケチだね。うるさいよ、あんた。早く食べよお子女みたいうん。